さあ、ロキーシーズン2エピソード2がやってきました。今回はなんとなくそんなに、えー、イースターエッグというか小ネタだったりとか伏線はそんなにないような気がしますけれども、少しあったので頑張って解説していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。For all time always! 皆さんはもう気づいてると思いますけど、以前リークされた、えー、写真に載ってたけど、キンゴのポスター。えー、彼に自家用ジェットに乗っている時にも映、えー、っていました。この時代のロンドンなら自分の親父という設定で出演しているでしょうね。それになるテレホンレンジャーのポスターもあります。実は全く知らなかったんだけど、考察サイトスクリーンクラッシュが指摘するように実際存在したレアキャラクターで、えー、電話回線を使ってハッキングするヒーローだったそうですね。 <laughs> 本当に、ね、昔のマーベルを見るとすんごい変地区入りなキャラクター多かったよねザニアック待ってました以前から解説していますので映像をご覧ください作品名ゼニアックこれは実はコミックスで TVA が初登場する話のヴィランこいつ 在ークを追ってきたピース判事とソウが手を組んで捕まえるわけですけど、ストーリーの中ではホラー映画の撮影中だった俳優ブラッドウルフを取り付かれるところがあるので、もしかしてこの後ロンドンプレミアで登場するこの、えー、俳優さんがそのウルフさんかもしれない。 お札ではないけどこのシーンは実に恐ろしいよね。ロキにこんな能力があるなんて、もっと使ってほしい。大きな伏線ではないけど、TVA のロ下カーは全て丸ですね。要するに、また時間はループ状態になっているということを示唆しているような気がします。 覚えてるかと。<laughs> これは番組で言うと数日前のこと。Not a great plan. なるほど。不正な時間オーラなわけですね。この人のオーラが必要になるけど、もう死んでいる。 そうじゃなくても手伝ってくれるかもわからない。ということで、この人を探しに行くわけですかね。あり続けるものの変異体、ビクター・タイムリーおそらくクレジットに出てくる時間折り機の図形のわけでは、タイムリーを TVA に連れてきてオーラを貸してもらうけど、彼はその見たものを覚えて、ゆくゆくは時間折り機含めて TVA を作るかもしれない。 これが今回の時間ループの一部になっているということかもしれないですね。要するに、勘具あり続けるものの計画通り。TVA は思ったより怖い組織ですね。拷問のための機械を普通に常備している。しかも、リアルワールドでもこのような拷問法があるんですよね。狭かったり、非常に心地悪いとかあの、痛い姿勢にさせるための施設とか部屋を使うこと。 ググラグですね。しかも必要な時にもミスミニッツも参加する <music> なんかマルチバースストーカーみたいな感じだよね <music> 分岐タイイムラインがが選定さされれれ数え切れない人が虐殺されるわけですねえここで気になるのは選定されたタイムラインの全ては616の番号がついていることですね。最初にマルチバースが放たれたときに TVA のモニターに映っていた分岐タイムラインには番号がついていなかった。しかし、ドックス将軍たちが選定するときに番号がついている。 なぜよく見てみると、攻撃開始するときに、たくさんの分岐タイムラインの中のいくつかのタイムラインが、えー、クローズアップされ、まあ、選択されて、そのタイムラインたちはみんな616。おそらくドックスたちは616の分岐タイムラインのみを狙っていたということですねで。なぜかというと、今までは新たなカングの変異体が生まれないように選定しているけど、えー、コミックスでも、えー、おそらく MCU でもカングは地球の人でもともとユニバース616の人間だったから。 シーズン1にロキとシルビーがあのラメンティスで分岐タイムラインを起こしても、そのタイムラインは選定されなかった。タイムラインはユニバース616ではなく412だったからですね。そうすると、要するに他のタイムライン、要するにユニバースは TVA はそのまま放っておくっていうわけ。そういうことだから838も存在する。 ちなみに今回の話にはあまり関係ないけど、ラメンティスの分岐タイムラインが表示されるときに、右上の別の、えー、分岐イベントの場所にアラドナと表示されるんですが、アラドナ星は今度のマーベリズに登場する惑星です。みんな歌って踊るあの惑星のこと。しかもこの時にこの格好の人たちが襲ってくる。ミス・ミニツが変異体の説明をするときに一瞬登場する人たち。Variance! Or we're just late for work. Uh, guys, I got a hit on Renslayer's temp pet. レンスレアのタイムパート発見。まあ言うことはそんなにないけど、おそらくいい塩梅にレンスレアを見つけて追っていくと、オルボルスが探している必要な時間オーラを持つ人と出会う。えしかしこれもおそらく勘具あり続けるものの計画通りじゃないかと。レンスレアが自由な意思を探す旅に出る前にファイルをダウンロードするときにミスミニツに言われることを覚えてますか 最後にシルビーが持って遊んでるものは、もう大体気づいてるかと思いますけれども、やはりずっとキープしていたあり続けるもののタイムパッド。これがあればどこへでも行けるだろうし、TVA にも行けるし、きっと重要なものになるんじゃないかなと思います。 前回からエンドクレジットで気になっているところですが、このザータン対策マーベルには私知っている限り、まあ、そして調べられる限りには、そんなキャラクターは存在しないです。ただ、マーベルコミックスが扱う別のユニバース、GI ジョーに存在するキャラクターで、誰にでも化けられる人がいる。まあ、シェイプシフターのようなものなんだけど、以前 GI ジョーが映画化された時にこういう感じだったね。今シーズンで人に化けているキャラクターが登場する予感がしますよね。 さて今回のケイプ e ンカ n d はいかがでしたか、えー、次回も楽しみですけれども、だん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 謎が深まっていくばかりですよね。次回もまた、えー、解説していきますのでよろしくお付き合いください。それまでは、Stay safe and stay super!